裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい。なら見てみよう裏側を。聞いてください裏話。努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹日曜の裏。おはようございます。 RKB アナウンサー藤原玉樹です。3月26日日曜の朝です。どうですか、26日、日曜の裏、半年は超えられそうですね。ふぅ、ふぅ、危ない危ない、セーフセーフ、もう足から滑り込んでタッチの差って感じ。いや、そうでしょ、正直そうでしょ、思ってたでしょ、ちょっと厳しいかなって。私はちょっと思ってたよ。まあ、いいんです。低空飛行であろうが、日曜から暗いと言われようが、地味だと言われようが、マニアックだと言われようが、良いのです。最後に笑えば。この日曜の裏のテーマ何ですか？さよなら勝ち。さよなら勝ちを目指しているんです。何のために毎回飛ばされるであろうあのオープニングを使ってるんですか？メインテーマを示すためですよ。 WBC で日本がメキシコに勝利しました。さよなら勝ちでしたよね。あれがやりたいんです。私はいつもメキシコ戦のつもりでこの番組を放送しています。どうか4月以降もよろしくお願いします。それでは参りましょう。今日の裏テーマはこちらです。おまけの裏。おまけ目当てで物を買ったことはありますか？まああるでしょう。 WBC って言いましたが、プロ野球カードなんてありましたよね。私は誰にもらったのか、源田選手と菊池選手のカードをなぜか持ってるんですけど、買ってた人いますよね。チップスと一緒にね、カードがついてくる。まああくまでメインの商品はチップスなんですけども、正直買うときにはカード目当てですよね。今おまけって言えばメインの商品よりも存在感が強い、むしろおまけ目当てで買う人の方が多いわけですよね。これってでも元々はそうじゃなかったんですよ。おまけって言葉は負けて払う、あなたに負けてお安くしときますよ、あなたに負けてこれあげますよ、さらにメインの商品には負けていますけどこれですよ、いろんな意味でのおまけという言葉なんです。もう一つおまけ、とことんあめというのが、文献で調べると大正時代の縁日の口上で使われているんですけど、そのぐらいから多分使われてるんですよね。で、シガレットカードってご存知ですか？まあご存知だったら今聞いているあなたは80、90、100を超えてますね。シガレットカードってのが、食品のおまけの走りなんですが、もちろんシガレットですから食品じゃありません。嗜好品、タバコですね。アメリカでシガレットカードってのが流行りました。タバコと一緒にカードがついてくる。カードには人気の女優さんとかプロ野球選手のイラストがついてる。で、これがヒットしまして日本にも入ってきました。日本ではシガレットカードが流行って子供たちがタバコを吸うようになってしまった。これが社会問題になりました。今じゃ考えられないですけどね。1900年未成年者喫煙防止法ができます。シガレットカードがタバコを吸わせてしまって、今では普通になった未成年者は喫煙をしてはいけませんというルールを作らせた。おまけの力は確かにすごいけれども、やっぱりメインのタバコがこの時点でも勝ってるわけですよね。じゃあどこが転換点だったか。日本のおまけ市場、伝説の商品があります。ご存知ですよね。1971年その時おまけの歴史が動いた。ライダースナック、これです。
ライダースナック仮面ライダーとカルビーがコラボしました。定価は20円、カードが1枚ついてきます。まあ、スナック自体は、まあ、エビの香りがほんのりして少し甘じょっぱいような、まあ、味がすると。私はこれが売られてる時代に生まれたかった。ほんと心からそう思います。このライダースナックが大変な人気になりました。社会現象ですよ。まあ、理由は2つありまして、1つはライダーカード裏面に投資番号と解説がついてくるんですよね。安倍誠二さんというプロデューサーの方が書いてます。雲男、アマゾンの出身、足が弱い、弱点みたいなね、まあ、そういう情報が書いてある。この最新情報ってのは当時はネットなんかもないわけですからほぼ得る機会がなかったんです。仮面ライダーの最新情報を手に入れるためにはライダーカードを手にした方がいい。いっぱい持ってれば持ってるほど知識王なわけなんですよね。今でいう本当に SNS のような役割もこのライダーカードは果たしていたんです。でさらにラッキーカード、ラッキーカードが当たったらカードを入れるアルバムがもらえます。ライダーアルバムね。このカードを入れるアルバムを手に入れるためにカードを集める、まあ、そんな本末転倒なことが起きたわけです。これがうまかった。最新の情報と何が当たるかわからないカードの中でもラッキーカードがある、まあ、これが人気を生んだわけなんです。おまけは突出しすぎました。有名なスナック投機問題が起きます。食べきれないぐらい買っちゃうからライダースナックのお菓子の方、本来はメインであるはずのものを、まあ、捨ててしまう。ドブとか、まあ、学校のトイレに捨てて怒られたなんて話もありますけれど、まあ、でもそのぐらいおまけがこの段階でスナックに勝った。おまけからお菓子になってる、まあ、そういう大転換点がこのライダーカードだったんです。そこから例えば今は食玩ありますよね。フィギュアがついてくる。よく箱開けるとちっちゃいガムが一つついてくる。でももうこのガム目当てで買う人はいないわけですよ。食玩をガム目当てで買う人がいたら私は会ってみたい。社長と結婚して好きなところは優しいところですって答えるぐらい信じられない。このライダーカードがまさにおまけを今のお勝ちの形にしたわけです。最初はメインの商品に負けていたおまけ、見事にさよなら勝ちを果たしたわけですね。さあ私たちも頑張りましょう。人生のラッキーカードはいつ引けるのか。おまけの裏でした。そんなことを言っていたらお時間になってしまいました。この番組ではラジオをお聞きのあなたからのあの裏を知りたいというリクエスト、裏ドリクエストをお待ちしています。番組への裏表のない感想もぜひ送ってください。メールは ura@rkbr.jp ura@rkbr.jp、 ファックスは092-844-8844 092-844-8844 でお待ちしています。ハッシュタグ日浦、アルファベット小文字でハッシュタグ日浦でぜひつぶやいてください。藤原たまき日曜の裏、この番組は出演藤原たまき、演出藤原たまき、編集藤原たまき、音効藤原たまきでお送りしました。ライダースナック、新仮面ライダースナックでお菓子そのものが復刻されたそうですよ。あっという間に売り切れ。こっちもさよなら勝ちしてますね。ガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊、バッテン少女隊の春野キーナと葵リルワです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。